最近は関係者の中でも井上尚弥選手の対戦相手の名前が出てくるようになりました。中谷選手にとってターゲットとしての、井上尚弥選手、現状1階級上ですけども、今自分の中でその対戦相手としてどれくらい具体性があるというか、自分にとって井上尚弥というターゲットはどれくらいの距離感ですか。まあ、階級が違うのでまだ挑戦するとかそういう形ではないですけど、まあ言っても1階級違うだけなんで、まあ僕の体のポテンシャルとしてもスーパーバンタムでもいけるなっていうふうに思ってるので、そこら辺ではより階級が近くなって、まあそういう声もいただけるのかなというふうに思ってます。自分としては実際その対戦相手として、どういうふうに攻略するとか、自分が戦った時どうとかイメージすることはあるんですか。もちろんイメージすることありますし、そう具体的にはやってないですけど、たまにルディからもアドバイスをもらって、まあ、そういったところで意識的な部分っていうのはあります。いずれはという存在、それともそろそろという、まあ、まだバンタム級なんで